2走ししててご自身の手応えとしてはどうですかまあ僕は前を抜けてないんですけど、中四国の後輩が今回、しっかり行ってくれているので、はい、助かっています初日も連携していましたが、滝本選手、いかがでしょうかあ今回、好仕上がりだと思うので、もう僕はしっかりついていって、ゴール前勝負したいいと思います、はい、ご自身は初日、一着もありました、2走して、いかがでしょうかそうですね、ちょっと今回、頑張って練習してきたんで、えー、疲れちょっと心配だったんですけど、まあ、大丈夫かなって感じです。 改めてて戦い方を教えてくださいもう,そうですね今日と一緒で、えー、台に全部任せて、はい、頑張って食らいついていきたいと思います今シリーズ、まあ、連日積極的ですが、2日間、改めていかがでしょうそうですねあの、結構長い距離、逃げる練習はしてきとるんで、まあ、練習の成果、出てると思いますかなり積極的な選手もいますけれども。ですね、まああの、岡山の竹本君がおるんで、まあ、あのもがき合いとか、そういう展開になるかもしれないですけど、まあ、あのしっかり、えー、と優勝を目指して頑張りたいと思います。 今シリーズは一着一着での勝ち上がり、ご自身の手応えはどうですか。珍しいと自分でも思っているんですけど、えー。足は軽いです。さあ、そして決勝戦になります。二宮選手はどう戦いますか、えー。準決勝に先行してた吉岡君に就きたいと思います。ただ、初日も逃げ切って一着で、かなり手応えあるんじゃないですか。今回。そうですね。まあ、あんまり普段は先行してないんで、自信になりました。 そ,そして決勝戦、滝本選手のラインが唯一、長くなってきそうですけれどもそうですね松永さんも3番手固めてくれるらしいんで、まあ、しっかりラインを生かして頑張りたいですさあ、そして決勝戦なんですが、どのように戦ってきますかえと中国勢の3番手に行かせてもらおうと思いますライン戦と滝本選手の印象、いかがでしょうかいいいいやー出来がいいと思います今回は初日、ちょっと今一つだったんで、まあ今日はしっかりまくり切れたんで、まあ、状態はいいと思います。 積極的なジェルギ型揃っていますが、どんなレース考えていますか？そうですね。あの同県の表さんと一緒なんで、えっと、再度積極的にいけれたなと思います。